女が出てくるんだったら、溜め込んだこの7チンコレチャラ帳消しにしてくれると多いんだ。おっしゃありがてえと思ったね。あ、そうか、それはよかったな。ところがよくねえんだ、出てくにしたって次行く先、引っ越し先が決まらないことには出てくわけいかねえでしょ、そら困ったな。ところが困らねえんだ、すぐに手頃なところが見つかりましてな。そうか、そらよかったな。ところがよくねえんだ、出てくったってさ、今うちにある家財道具これ一切合切運び出さねえってと引っ越したことにはならねえでしょ。じゃあ運べばいいじゃない、運べばいいじゃないったって、明日力になってまるっきりしねえんですよ。じゃあ誰か人に頼むったって、明日全員なんてまるっきりしねえんだから。そうか、そら困ったな。ところが困らねえんだよ。どうなってたお前の話は。いや、実はね、うちの目はたまたま道具屋が通りかかったんですよ。ですからね、うちにある家財道具、これを一切合切その道具屋に売っ払っちまった。ですからね、わしは体一つで引っ越すことができると、こういうわけなんだよ。ああ、そうか。そら、よかったな。ところがよくねえんだよ。なんなんだよ。どうなってる。いや、なんでもね、新しいうちに越しても何も家財道具がねえからね、なんだ、空き家にいるような心持ちでね、どうも落ち着かねえんだよ。今にしたって次行く先、引っ越し先が決まらないことには出てくわけいかねえでしょ、そら困ったな。ところが困らねえんだよ。すぐに手頃なところが見つかりましてな。そうか、そら運べばいいじゃないったって、明日力になってまるっきりしねえんですよ。じゃあ誰か人に頼むったって、明日全員なんてまるっきりしねえんだから。そうか、そら困ったな。ところが困らねえんだよ。どうなってたお前の話は。いや、実はね、うちの目はたまたま道具屋が通りかかったんですよ。ですからね、うちにある家財道具、これを一切合切その女が出てくるんだったら、溜め込んだこの棚賃、これちゃら帳消しにしてくれると、こういうんだ。おっしゃありがてえと思ったね。あ、そうか、それはよかったな。ところがよくねえんだよ。出てくったよかったな。ところがよくねえんだよ。出てくったってさ、今うちにある家財道具、これ一切合切運び出さねえってと、引っ越したことにはならねえでしょ。じゃあ運べばいいじゃない。